はい、どうも来ましたよ。 IT ブロスアリアンでございます。ありがとうございます。どうも今日も始まりましたよ、アウトプットタイム。 IT ブロスドリン、ドリン、ドリン、ドリンとね、そういう感じでやっております。今日は以前告知させていただきました、世界初の電動工具って何って話でございます。そうです、今回はこちらをやっていこうと思います。ダラダラと世界初の電動工具ってっていう感じで引っ張っても面白くないでしょ。なのでズバリ言います。そう、世界初の電動工具、それは電動ドリルでございます。さあ、電動ドリルです。こちらですね、電動ドリルでございます。簡単に概要を説明させてもらうと、穴を開けるのをメインとした電動工具でございます。電動ドリル、歴史をこう説明すると、1889年、まあ明治22年ですね、日本では明治22年、先週の雪屋の動画で出てきました、こちら渋沢栄一さんが活躍していた時代ですね。こちら渋沢栄一さん活躍していた時代に世界初の電動工具というものが生まれました。アーサー・ジェームズ・アーノットさん、こちらですね、アーサー・ジェームズ・アーノットさん、こちらのスポンとね、かっこいい紳士的な格好をしているこのおじさんが開発しましたね、最初の電動工具、電動ドリルでございます。まあ歴史の話をね、こうグイ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 やっていくとちょっと趣旨が変わってくるので、ここはね、うん、みんなググれよ。アウトプタイム。次は、まあ一般的に電動ドリルって何って話ですよね。うん、そうですよね。ですよね。一般的に電動ドリルって何って話だよね。うん。機能によって、まあ呼び方が多少変わってきますよねって話ですよね。まあ主に6個種類ございまして、1つはコード付きの電動ドリル。まあこれは簡単ですよね。まず名前の通りでございまして、コードが付いてる電動ドリルでございます。穴を開けるドリル。電動のね。2つ目。コードレスドリル、まあこれはその名の通りでございます。電動工具のコード付きの電動ドリルのコードがないパティーンですね。充電式のバッテリー、リチウムバッテリーっていうものがありまして、まあ一般的によく見る形でございます。最近ホームセンターとかそういうところで見るね、電動ドリルっていうのはほとんどコードレスになっております。そして3つ目にドライバードリル、これどういうものかっていうと、この後に出てきますインパクト、よく聞きますインパクトっていうものとはまた別です。簡単に言うと、もう回転ですね。うん、回転の中でもネジを締めたりとか緩めたりっていう機能がついてる電動ドリル、これをドライバードリルって言います。最近ではほとんど見ませんね。どういうことかって言ったら、まあほとんどもっとたくさん機能がついて、この次に説明します。まあ次4つ目のね、インパクトドリルっていうのの、まあ中に組み込まれてしまってますね、機能が。インパクトドライバードリル、これ4つ目です。4つ目、インパクトドライバードリル。まあ一般的にインパクトって呼ばれるね、こういうね、電動ドリルでございます。これ何がどう違うかっていうと、まあその穴を開けたりする時の回転に加えまして、衝撃が与えれるということになってます。雪だるま作ろう。雪だるま作ろう。的な感じでね、衝撃を加えてやってるっていうのがインパクトドライバードリル。次、5つ目。これが振動ドリル。まあこういうものですね。どういうものかっていうと、コンクリートとかに穴を開ける場合っていうのは、先ほど申しましたインパクトドライバードリルとか、まあ通常の電動ドリルではちょっと馬力が足りないと。なのでコンクリートとかに穴を開ける専用の電動ドリルっていう風に考えてもらったらいいです。6個目に説明します。この最後に出てきますこいつ、これがすごい製品でございます。こちらハンマードリルね、出てますよね。もうこれに関してはもうメーカー出します、ボッシュ社が作った素晴らしい、ボッシュ社が発明したこの素晴らしい電動ドリル。これは先ほどのインパクトと、まあ、やってることは似てるところはございます。ただちょっと違います。これはビットって呼ばれてるね、このハンマードリルの先端のところ、ここに前後に衝撃が加わる。これどういうことかっていうと、すごい力を生み出せます。でしかも回転数ね、回転数っていうのも毎秒すごい回転するんですよ。
するとどういうことが可能になるかっていうと、コンクリートとかレンガとか硬い素材にも穴を開けることができてしまう。そう、振動ドリルを確実に食ってしまった商品、これがハンマードリル。そうです。そして先ほどちょろっと言いました、このハンマードリルを発明したのが、そう、あの世界一の電動工具メーカーと言っても過言ではない、こちらボッシュ社でございます。そう、後半はこのボッシュ社の話をしていきたいと思います。それでは明日またお会いしましょう。おまけあるよ。ようそろー、ようそろー、ようそろー。はい、どうも YT ブロスアニアンおまけコーナーでございます。今日は何のおまけがついてくるのかなっていう話ですよね。そう、以前やってた逆再生シリーズ、ちょっとねやってくれっていう声がちょっと多くなってきましたので、ちょっとアウトプットタイムのおまけになってくるんですけど、一部やっていこうかなと思います。今回やる逆再生はこちら、有名 YouTuber の挨拶逆再生してみた。はい、今日はあの有名な3人組の YouTuber、 そうですね、可愛らしい美女に挟まれ両手に花の状態でやってるあの義士くんが羨ましい、そう、バンバンザイ、バンバンザイの挨拶を逆再生していきたいと思います。一斉のでバンバンザイ、逆再生します。やざまベドネシ、これ何